ありがとうございます。私は復縁祈願の法華経寺住職神宮寺隆法です。女優の原秀子さんのご主人が首吊り自殺をいたしました。今日は今朝から全国からご主人がうつ病で患っていて、うちの主人は大丈夫ですかというお問い合わせと相談がたくさん来ております。確かにうつ病になって、睡眠障害になって、絶望的な気持ちになって、首吊り自殺をする方はいらっしゃいます。自殺の中で最も死ぬ確率の高いのは首吊り自殺でございます。そしてその要因にあるのは、うつ病と申し上げてもいいかもしれません。そして、うつ病と同時に、霊的な障害もあります。しかし、このうつ病の状態から健康な状態に持っていくのは決して難しいことではございません。このことについて私は次回の YouTube で詳しくお話をしたいと思っております。私は皆様の幸せを心から祈っております。神宮寺隆法です。ありがとうございました。